スミレスポーツ。スミレスポーツ。シリーズがいくつかあって、ね、小シリーズ、総シリーズ、はい、新シリーズ、中シリーズ。じゃあ浅い型じゃないから、多分一番安いシリーズですね。うん、これは革が強い感じです。これは何色使っても価格が変わらないっていうのが、こう握りすぎないようにはしてます。うん、足と腰でもミット変える。まあミットやね。はい。これはスミレスポーツ。スミレスポーツ。これ高校出た時にオーダーしたやつ？高校も卒業するかせえへんかの時にバイトのお金でオーダーしに行きました。3年目か。3年目になるか。ああ、そうですね。3年目ですね。にしては下手ってないな。そうです。まあ、手入れはしっかりとしていますね。うん、これは何のシリーズ？スミレの。これはショーやったかな。あ、ショーか。ショーはな、俺持ってねえんだわ。スミレスポーツね。シリーズがいくつかあって、これがもう幻の総シリーズ。はい。これ森さん高校の時のやつ。高校の時のはこれの赤オレンジを使ってた、はい、使ってましたね。バックスタイルもこれで、はい、クローズバックで使ってて、これが新シリーズ。フィリピンで作ってる。これ多分一番安いシリーズですよね。一番安い。3万ぐらいかな、オフローダー。3万ぐらいのやつ。これは何色使っても価格が変わらないっていうのが特徴のやつ。今一番使うこと多いかな、このミットが。まあ、俺は。これが、シューシリーズ。パング1年目キャッチャーやってた時はこれ使ってた。お一番これは革が強い感じです。へぇ軟式でも使ってたけど。うん、で、これ、ね、ショーシリーズ。ね。こういう感じです。はい。スミレスポーツのざっくりとした紹介なんですけど。これは青？これは青ですね。青に、他の色これもキャメル。あ、キャメルやったんこれ。はい。を使ってますね。ヘリ側とか、紐とか全部キャメルにしてます。これミットのこだわりみたいな。こだわりはここの紐、うん、ここをこう結構締める人と緩める人いると思うんですけど、あまあどっちかっていうとまあ緩め、緩いなにしてますね。なんかこう締めちゃうと、うん、こう深くなる感じはするんですよ。はいはいはい。で僕そんな硬いわけじゃないんで、うん、深くしすぎるとこの握り替えがどうとかいう話になった時に、あまあ不利かなってことで。浅めにしたいなっていうのでここは緩くしてますね。あ俺のより緩いな。俺もきっつきずに締めるの好きじゃないんやけど、あ俺はここをぐらいで収めてるって感じかな、うん、あんまり締めすぎるとウェブで引っかかっちゃうのよ開閉が。あそれが好きじゃなくて、あの邪魔しない程度適度に、うん、に収めてるって感じやねんけど、うん、何やろな。僕はあんまここを曲げたくないんですよね、親指のとこ。はいはい。俺曲げる、あなんかあんま曲げたくなくて。俺深い方が好きやからかな。あこうしたら深くなるから。ああなるほど。ポケットが深くなるからしっかり取れるっていうか。じゃあ浅い型じゃないからこれは、だからまっすぐで取りたいかなっていう感じ。こういう感じで。どこで取ってる？てんのはもうほんまこの辺ですかね。ほんまに真ん中で僕は取ってる。ウェブの下の親指この辺で取る人がとかいると思うんですけど、うん、ここはもう真ん中で取るように意識してますね。それは何か理由は？キャッチングの時のイメージが、うん、こうなんかあんまこう引っ掛けるっていうよりかはもうこのままこのままのイメージなんで、うん、まあ最後手こうなったりするんですけど、うん、のイメージやからあんまりこっちに親指の方寄ってもなっていう感じなんで、あだから真ん中のイメージですけど、でも削りでも実際ちょっともうちょっとこっち、こっちなんやったりしますね。面白いね。これもまあ真ん中この辺ぐらいイメージするけど、うん、まあでも実際多分俺取ってるのここ多いな。あ真ん中でパーンってこう鳴らしたい感じがあるんで、もっとちゃんと鳴らしたいっていう感じ。そうですね。で青にしたのはなんか理由？青はここ使えないカラーっていうのは多いですし、で、はい、僕が高3時に流行ったキャメルを入れたかったっていうのはあるから、その時代やな。だから入れたって感じですね。これも似たようなぐらいかな。あキャメルが流行ってたから、はい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 、っていう感じで作ったけど、キャメルの革って結構柔らかいから、うん、レースで使うと結構馴染みやすい感じですね。あ結構ね、そう買ってから試合で使えるまでは割と早かった気がする、うん、これっていうのは軟式でも使ってるけど、はい、でもちゃんとね硬さは残ってるんで、うん、ある程度軟式で使うとなんか痛むとかあるよ。痛むっていうかそのね柔らかくなりすぎるみたいなのはよく聞きますね、うんうん、
それはあんまない。だから僕はあんまこう握りすぎないようにはしてます。うん、こうガッガッてしすぎないように待ってパーって感じ。俺はもうあれやな、軟式と硬式でも糸変える。あ、うん、こっちは軟式だから主に、硬式はこっち。あ、俺は指カバーないとできない人やから、高校の時に怪我したから親指を、はいはい、硬式の時はこっちであんまり動かないぐらい、あ、しっかりスポンと入ってくれるみたいな感じで使いたいなっていうのを思って、こっちはもう硬式に置いとこうって思ったんだけど、君が入ったせいでキャッチャーいることないせいでって言い方、森曽が怪我した時のためにミットを持っていくっていうのはやってる、うん、けどね、いざって時はもうクラブチームなんで、ね、何があるか分からん、何があるか分からへんから、企業とか学生野球とか人数が多いチームじゃないんで、うん、いざって時に何でもできるようにしとこうとは思ってるけどっていう感じかな、はい、というわけでね、まあ、ちょっと珍しい道具やったんじゃないかなって思うので、まあスミレスポーツはね、大阪府茨木市に店舗がございますので、ぜひね、あの万博の外周出てすぐなので、あのぜひね一度足を運んでみたら面白いお店なのでね、本当におすすめです。また行ってみてください。というわけで本日の動画は以上となります。失礼します。